どうした？風邪ひいた。風邪ひいたな。今疲れ入ってる。大丈夫か？なあ、僕もな。少しな、僕も夏風邪ひいてるな。しかもな。はい。わいの風邪じゃないの、咳止まるのにな。うん、ここにな、わいタイガーバーム塗ってんねんけどな。おもろいな、お前。臭い。タイガーバーム塗ってんねんな。そんなんあれ、咳止めかなんか飲んだ方が早いんちゃうか。買って。聞くんか、あんな。咳止め買って。ええよ。タイガーバーム臭いし、わいな。あの、このタイガーバーム塗ったおててでな、うん、うっかりおめめこすっておめめまでいって。アホやろ。こいつね、あの、席があるから言ってね、タイガーバーム胸塗ってます。タイガーバームってどうも有名やね。結構みんな知ってるかもしれない。めっちゃ効くねんだ、ね、あれ。ここに塗る人もおんねやろ。せ頭痛が治んねんな。なあ、もう何でも効くねんな、あれ、ね。せや、あれ、万能薬やで、恐ろしいことや。万能薬やな。せや。ほんまや。あれ、あの、匂いがなんかメンソレータもでもないか。そういうはっかけの匂いしたね。そう。でもタイガーバームあれ、肩こりにも効くし な。筋肉痛に効くんだよな。せや。傷口には塗ったらあかんね。まあ傷口に塗ったら軽く死ねるな。あかんなそれ、うん、でもおめめに塗ったらもっと死ねる。もう死んだ。あかんよ、苦しい。というわけでですね、今日は夏風邪とタイガーバームについて話しましたけど、そうです、民間薬でございます。そうですね、タイガーバームや。え、何それ、歌？タイガーバー、違うよ。お前が作ったのか。今作った。ああ、びっくりした、びっくりした。もう懐かしい EM かと思ったわ。あのジャズでは有名なね、あのタイガーラグっていう曲。あ、弾いて弾いて、あれ好き。いや、よせ。まだそれ僕はあの練習してませんから、用意しません。うん、あれはあのアートテイタムという方がね、ものすごい勢いで弾いてます ね。あれもう早くてなんぼーって曲やもんね。早くてなんぼーって曲ですよ。ね。もうググってみて、ね、タイガーラグや。でもググってすごいから。ね、ジャズといえばもうね、タイガーラグでしょう、ね。すごいのいっぱい載ってるから。そうですね。はい、中学で。タイガーバームからタイガーラフに話が、すり替わってきましたけど ね、はい、今日は何の話しようか。自由やな、フリーダムやな。今日はね、ちょっとね、プレートリカンミュージック、ね、あ、そうそう、リクエストいただきました、ありがとうございます。キューバの音楽やね。キューバっていうのかな。ただし僕はあのジャズピアノを普段弾いてて、まあ、ちょっとエセラテンとかエセキューバンリズムやったら弾いてるんですけども、ね、まあ、そのレベルで、ジャズのラテンやもんね。ジャズの中の、まあ、ちょっとね、軽いラテンっていうかね、うん、でやったら弾いてるけど、本格的には弱いかんね、さすがに。うん、あのゴンサロ・ルバルカバというね、ピアニストはね、キューバ出身のね、うん、ジャズピアニストいますけど、まあ、あの人 の、あのジャズピアノの中のキューバ音楽はすごいね。うん、やっぱ本場のサラサをやってる上でのジャズピアノや、うんうんうん、ぜひゴンサロ・ルバルカバ、ゴンサロ・ルガ、まあ、ルバルカバ、ゴンサロ・ルバルカバ、そう面白い名前けどね、うん、まああの名前とまた反比例してかっこいいですよ。ルックスはこっちかっこいい、うん、あ、もうバリ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 いきますよ、うん、すごいです、ブルノート一回ね、昔聞きに行ったことありますけどね、あのデニス・チェンバースというドラマーとね、うん、組んでやってますけどね、うん、素晴らしいですからね。羨ましかった。何が？うまいから。うまいから？うん、そやな。すごい良かったよ。ね。ちゅうわけでですね、うん、今日はあのキューバンミュージック。あんまり僕ちょっと知らんけど、ラテンでキューバンリズムの中になんかこういうサルサとか、サルサとか、あのあれや、ルンバ。コーヒールンバ。あ、コーヒールンバもそうかも。それっぽく作った曲かな。うん、そやな。Thank you.
ちょっと難しいわ。ぽい、ぽくちょっと弾きましたけどね、こういうリズムかなと思うんですけども、うん、でももっともっと複雑な、もっと複雑なパターンが入ってます。実際研究するとね、これね、ちょっと、ちょっと真似て弾いてみましたけど、どうか。また弾いて。もうちょっと分かんないね、これ以上、どう弾いていいか分かんない。もう僕はコード進行としてはこういう簡単な、あ、こうか、勘弁してください。勘弁してって。で、まあ、実際ちょっと僕ニューヨークにおった時に、実は僕プエルトリカンハーレムというところに住んでました。うん、お前ハーレムに住んどったんか。住んでましたね。そうですね。で、さすがに一番、上の方のね、本物 の、 黒人のハーレムには住めないですね。うん、肌の色は違うからね、うんうんうん。すぐ分かってしまうから。そうやな。で、その次に125丁目あたりから下になってくると、プエルトリカンハーレムっていうのがありますね。うん、今でもあるかどうかわからへんけど、そこに僕は住んでました。プエルトリカンだったらお前見分けつかんのか。だって肌の色し、ね、そんな同じくらいか。同じイエローやしね、僕らもね。うん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 、まあ、彼らも日本人っていうか東洋人にはね、割とこう、好感度が良かったような気がします。当時はね、今はどうかしらけどね、うんうん。お友達できた？友達、そうやな、近所ちょっとご挨拶するぐらいね。うん。なんかアミーゴとか言ってましたけどね。アミーゴ、アミーゴね。で、一日中ね、あれですね、こういう音楽はね、雨が降ってる時以外はね、一、うん、日中かかってんです、こういう音楽は。こういう、なんで、なんで雨が降ったらかかってへん の、 表通り出てけへんから、みんな表通り出て勝手に演奏してる。あ、生でかかっとるってことか。路上でみんな演奏したんか、路上で。かっこいい、ね、出してきて。何そのドリームな。そうそう、それがね、夜中の12時過ぎても1時過ぎても、うん、ずっと鳴りっぱなしですね、12時過ぎても1時過ぎても鳴りっぱなし、うん、だから誰かが表に出てきて演奏してましたね。今さっきからお前どこ見よる？どこ？なんかずっと向こうの方見よる。あ、そう、向こうの方、遠く、うん、ニューヨークのことを思い出してるから、ね、あ、なるほどね。なんか後ろの方になんかギャバイも見えるか。いや、そんなんじゃない。怖いわ。遠くのね、遠くのこのね、あのニューヨークのいた時のプレートリカンハーレムのね、うん、景色がこの辺に見える。それだったら、うん、ここら辺見るならわかんないけど、なんでこっちの方見るかなと思って。お前の方見て、僕ピンと出へんからね、君の方には。うん、ずっと向こうを見てるわけね。見さぶってんだけど。うん、なんか、うん、お前なんか見えへんもんが時々見えるらしいからな。ないない、それはね、それは、ね。宇宙人とか。ないない、UFO とか。UFO は実際にあれはあるもんやから。いや。あれは、あれは普通に見えるからな。わい信じてへんからね。そんなもん信じてへんからね。信じる信じへん関係なしにね。はい。うん、あれはまた、そういうのと違う。さようか。まあ、ええやん、それは。うん、まあいいわ。まあ、そんなわけで、ね、ちょっとこう遠くを見てしまいますね。こうニューヨークの自分がねいた頃の時代を思い出して、ね、でもそんな夜中まで演奏しとって誰も苦情言わへんのか。みんながやっとるからええんか。まあ、そんな苦情を言うようなそういう世界ちゃうね。もうそれがね、かかっててそれを聞きながらみんなもうすやすや寝てるって感じで。で、窓閉めりゃ、あれやね、窓閉めりゃ聞こえへんから。あ、なるほどな。ほとんどね、うん、そんなみんな大音響でやってるわけないよね、うん、普通にコンガ叩いてなんかね、やってるだけやからね。なるほどな、うんうん、だからそのぐらいの音やから別にね、うん、窓開けりゃよく聞こえてるけどね、うんうん、聞きたい人は窓開けてそれかけたままね、わー、ロマンチック。そうそうやね、それ聞いたままこうね、うん、勉強したりとか寝たりとかね、うんうん、できますね。わー、ラジオやつ。窓閉めりゃもう聞こえへんしね。わー、ロマンチック、ロマンチック。そうそうそう、それがね一晩中流れてるよね。へー、うん、まあ、昼間より出るのが多いね。うん、みんな仕事が終わって帰ってきたら、やっぱりね、昼はみんな働いてはるからね。それでこうね、コンガが多いからね。コンガ、うん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 、それがバンバン聞こえてくるというね。なるほどね。キューバミュージック、キューバミュージックかっこいいよ ね、はい、ね。そういうことでちょっと僕の今日は経験談とともにちょっと、こんなんかなというような感じでピアノ弾きましたけどね。ね、うん、でこれはこれでキューバミュージックの譜面がちゃんとあるから、うん、それちょっとパターンがありましてね、うんうん、でそれをパターンをきちっと勉強しないと、うん、それにはならない。普通の曲をな、その9番風にやって。
いやだから僕はさ、要せんと思うよ、難しいと思う。のなんかルンバにほらほら、うん、あのフライミートゥーザムーンをボサノバ風に弾いたりするなんか、ね、うんうん、それみたいにして、うん、フライミートゥーザムーンをルンバ風にしてほしいな。ちょっとな、ちょっと違うやろな。次はオールオブミーやって、オールオブミーでやって。やっぱりね、あのこれはちゃんと本格的にやってはる人いっぱいネットの向こう側にいてはるからね、ちょっと恥ずかしいねこれ。恥ずかしいね。ただまあちょっとね、ちょっとあのお遊びで。あ、じゃあね、逆にね、逆にね、うん、コーヒールンバをなジャズにせ。あ、これね。はい。あ、じゃあ。ちょっと遅すぎるな、やっぱりこういうのは早い方がいいよね。うん、ちゅうわけでね、まあいろんな音楽をいろんな音楽に、違う音楽のね、うん、リズムにしてしまうとかね、ね、うん、できますけどね、うん、まあジャズはその辺すごい自由ですね。ね、うん、枯葉でもこれをワルツにして、シェリオツね、三拍子にもなりますよと。なりますよと。はい。というわけで今日は、キューバミュージックね。はい、キューバミュージックについてちょっとだけね。なあ。ベサメムーチョとかは違うか。あれはメキシコ。あれはラテン、もちろんラテンやな。こんな感じやろ。ビサビー。そうそう。ベサメムーチョ。そうそう。ラテンやけどもちょっとあのキューバンリズムとまた違う方やと思いますよ。うん、違うっぽいね。もうちょっとこうねちっとした感じでね。マイアミビーチルンバ。マイアミビーチルンバで名前聞きますけど知らん。
テケテン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 テケテレテレテン。あ、違う、妖精な。ごめん、ワイがオンチやから、ワイが歌いきれてへんかったから。いや、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 違う違う、分かってる、分かんないけどね、妖精も。うるしい。それ妖精。確かにありますね。はい。たたたなななな、うん、紅白への架け橋をなキューバ風にやりたいな。紅白へね。はい。まあ今紅白出るんで、スタート難しい。まあ今紅白。紅白。はい、というわけで、じゃあ今日はラテ音楽で締めくくりましょうか。ラテ音楽でした。ラテ音楽聞きながら、ね、皆さんにさよなら言ってください。はいはいはい。はい、皆様、今日はこれで終わりでございます。ラテ音楽楽しんでいただけましたでしょうか。というわけでね、今日も終わりなので、今日ここ登録って出るので、登録して、お前らとお友達になってくれましたら、まあ、喜びます。というわけでね、今日はこれでお休みなさいです。それでは皆様、おやすみなさい。